ひまわりの種子発芽パパイヤの種子発芽発芽とは、植物の種子や無カゴなどから芽が出ること、また、胞子や花粉などが活動を始めることを指す用語である。似た用語に胞芽が,があるが、これは通常樹木の頭芽や切り株からの芽生えのことを指す。地上性の発芽様式と地下性の発芽様式の模式図ヨーロッパ一位の種子の発芽。地上に現れてすぐの未生は、 肺軸の長短が鍵状になっている。また種皮が地上で脱落しているため、この未生は地上性である。アブラナ属の一種の種子発芽。陽根が出ている。松属の未生は、地上性であるココナッツの発芽は、地下性である種子の発芽は、種子が吸水して、肺組織の一部である陽根が種皮を破って、現れるまでの一連の過程を経て行われる。 また発芽によって発生した養植物のことを未生という。土壌中にある種子は、後に茎となる肺軸が土を押し上げて地上に現れるが、その際に溶岩が傷つかないように、長短が鍵状になって溶岩を保護している。また、発芽途中の段階では溶岩は主皮に包まれている。芽が地上に出た後、鍵状になっていた部分はまっすぐに伸び、溶岩が使用となる。 なおヨーガから種皮が外れるタイミングは二通りあり、地上に芽を出した後に脱落する地上性の未章と地中ですでにヨーガが種皮から離れる地下性の未章とがある。この特徴は植物を分類する上で使われることがある。外見的には、ヨ根が種皮を破って出現するか、あるいは土壌から芽あるいは根が出現した段階で種子が発芽したと認識できるが、 実際にはその段階に至るまでに種子の成熟や休眠など種子内部での複雑な生理学的変化を経ている。一般的にはそれらの生理学的な過程を経た後環境条件が適切な場所に置かれると種子は発芽するがそのような外的環境以外にも他の生物による被食などが発芽に大きな影響を及ぼす場合もある。種子が発芽力を持つためには 通常多少の成熟期間を必要とする。どの程度成熟期間が必要かは種によって異なり、形態的には未熟に見える段階で、すでに発芽力を持つ植物や、形態的には成熟したように見えても、その後一定の日数を経過しないと発芽力を獲得しない植物などがある。種子の発育と発芽力の獲得については多くの研究があり、 例えばレタスの種子は開花後8日で、すでに発芽力を持ち、10から12日後には発芽率が非常に高くなることが知られている。一方からたちのように開花後90から100日が経過しないと発芽力を獲得せず、120から130日後になって高い発芽率を示す、成熟の遅い種も知られている。種子の成熟過程は、当熟、追熟、 後熟の三つの過程に大きく分けることができる。当熟過程は開花、10分後、果実が採取されるまでの期間を指し、その期間に種子の形態形成が進行し、脂質やデンプン、タンパク質などの貯蔵物質の蓄積や含水量の減少、休眠誘導などが起こる。この当熟過程では、種子の成長を調整する物質であるオオキシンやジベレリン、 サイト解任などの急激な増減が見られ、登熟過程が終了する頃にはそれらの濃度は低下している。追熟過程は通常果実が採集された日から種子が採集されるまでの日数を指し、その期間にさらなる貯蔵物質の蓄積や発育の進行が見られる。ただし十分な登熟期間を経ている場合は、追熟期間がなくても良好な発芽率を示す場合も多い。また、 追熟期間の発育量には温度などが大きく関係しており低温より高温で発育がより進行することなどが知られている。追熟後も発芽力を獲得できない種子は発芽可能となるために後つくづく過程を経る必要がある。後つくづく過程では肺の形態形成や肥大成長が起こり形態的に成熟することによって発芽力を得るが開花から 種子採取までの日数によって、高熟過程で得られる発芽力の強さも大きく異なる。例えば、宝月では、開花後70日が経過してから採取した種子と、50から60日が経過してから採取した種子では、後者の方が長やっとつくづく期間を経ないと高い発芽率を示さないことが知られている。アブシジン酸は、発芽を抑制する働きがある。ジベレリン A 酸。 低温処理などによって増加し、発芽の促進に働く。一部の種を除いて、種子植物の種子は、当熟を経て、十分に成熟すると、水分含量が少なくなり、種子内の代謝活性が著しく抑制される。この状態を休眠といい、生育可能な環境で確実に発芽するために、獲得した能力であると考えられている。特にや温の種では、 種子が生産されて、秋頃にすぐ発芽する種は、ほとんどなく、大半の種は、冬の低温によって、休眠を解除してからでないと発芽できない種子を生産する。このような休眠性を持つのは、霜や低温、乾燥といった生育に不適な環境である秋から、冬に発芽せず、気温が上昇し、生育に公的である春に発芽するためである。休眠状態にある種子は、 肺の成長が抑制、または停止されるため、発芽が起こるにはまず休眠を解除する必要がある。休眠を解除する要因には以下のようなものがある。なお、休眠が解除された種子、あるいは休眠性のない種子が発芽に不適な環境に置かれた場合、二次休眠に入り、その後発芽に公的な環境に置かれても発芽できなくなることがある。 メディアを再生する緑糖の発芽を早送りで撮影した映像休眠が解除された種子が発芽するには発芽に適した水分や温度、光などといった条件を満たした環境に種子が置かれる必要がある。主要な環境要因としては次のような要因が挙げられる。水水分は発芽を規制する最も重要な要因であり、発芽には多くの水を必要とする。 含水量の少ない種子は、水ポテンシャルによって、種子内部へ吸水し、発芽に必要な代謝を活性化する。種子の吸水は、急激に水を吸って防潤する吸水器、緩やかに吸水して代謝系が活性化する発芽指導器、発芽指導器で発芽に必要なタンパク質合成が行われた後、溶根や溶芽の成長が始まる成長期に分けられる。 吸水が行われる部位は種によって異なるが、種皮や発芽口から吸水するものが多い。温度発芽可能な温度は、植物種、好条件、種子の成熟度などによって、著しく異なる。発芽の最適温度は、温帯の植物で20摂氏25度、熱帯の植物で30摂氏35度であることが多い。一方で、発芽に適さない温度条件に置かれた場合、 代謝活性が阻害されるなどして発芽が抑制されることもある。また一定の温度条件下で発芽する種子が多くある。一方で発芽に変温条件を必要とする植物も多くあるが、これは種子が自然条件下において昼夜の気温変化にさらされていることが関係していると考えられている。しかし変温環境がどのような生理学的生、 科学的気候を引き起こしているのかについては、あまり明らかとなっていない。また、通常の気温より高い温度にさらされることで発芽が促進される例も知られている。代表的なのは、山火事によって土壌中の種子が高温下に置かれることで発芽が促進される植物であり、先駆種的な特徴を持つ赤目頭などがその例として挙げられる。山火事では、 土壌の表面が非常に高温となるが、深さ数センチメートル程度の土壌中では、摂氏50度程度の高温状態が長時間続くことが知られている。このため、深さ数センチメートルの土壌中にある種子のうち、耐熱性が低い赤松などの種子は、長時間の高温条件によって死滅すると考えられているが、耐熱性の高い草木や赤目がでは逆に発芽が促進され、 火事の後、さらちになった環境で有利に植生を再生させることができると考えられている。ただし、耐熱性が低い赤松などでも、高温条件の継続時間が数十分程度と短ければ、他の種と同様に発芽が促進される。光光を感知する物質であるフィトクロムの立体構造。光は古くから種子の発芽に影響することが知られている。 例えばカスパリーは光が種子発芽を促進することを認め、またヘンドリクスらは光が発芽を抑制する事例を発見した。発芽における光の影響は植物種、また種子の生理条件などによって様々であるが、大きく分けて、超実性の種子、単実性の種子、そして光非依存性種子がある。光が発芽に必要なものは光発芽種子と言われ、 964種の種子を対象に行った発芽実験では約70%が光によって発芽を促進される光発芽種子であるとされた。また光によって発芽率が低下する種子は健康性種子というが、これは高校性種子よりも赤外線や紫外線による発芽阻害効果を強く受けるためで健康性種子でも600から700マイクロメートルなど、 特定の波長では発芽が促進される。光を感受する部位は種によって異なるが、種比や肺、肺軸などで光を感受する種が多い。発芽に有効な波長は赤色光であり、遠赤色光には発芽を抑制する効果や赤色光によって獲得した発芽有機効果を打ち消す効果があることが知られている。これらの波長は種子に含まれる。 色素タンパク質であるフィトクロムによって感受される。フィトクロムは赤色光によって活性型となり発芽を促進する作用を持つが塩赤色光を受けると不活性型に変化し発芽を促進する機能を失う。またフィトクロムが活性を持つためには種子が一定以上の水分を含んでいる必要がある。酸素酸素は多くの種において 種子発芽における代謝を行うために必要である。種子は、溶根や溶芽の成長を行うためのエネルギーとして、呼吸により酸素を取り入れるが、種子外部が無酸素状態であれば、発酵による酸化過程からエネルギーを得る。一般に酸素吸収速度が大きいほど代謝が活発になるため、発芽過程の進行が早まる。発芽を促進する酸素濃度は植物種。 温度などによって異なり、例えばナスでは酸素濃度10%より30%でより高い発芽率を示す。しかし粉ギなどの水田雑草では低酸素条件で発芽率が上昇し、逆に空気中の酸素濃度では発芽率が低くなるという種も多くある。酸素の少ない嫌気的な条件でも発芽できる種は種子内にデンプンを豊富に貯蔵しており、それを利用して 無気呼吸を行うことで発芽にかかるエネルギーを獲得している。また無気呼吸の際には有害な副産物が生じるが、嫌気発芽能を持つ種子では、そのような副産物を排除する機構も持っている。遠藤の発芽種子植物の発芽特性はその植物の生態的な特徴とも大きな関係がある。例えば、サラチに真っ先に侵入して、個体群を拡大する先駆種と言われる、 タイプの樹木では、発芽は春から秋にかけて散発的に起こり、また休眠が複数年にわたることや、格乱が起きた際に発芽しやすいといった特徴を持つ。春にれなどがその例として知られるが、これは様々な環境で最適なタイミングで発芽することによって、どのような環境でも確実に未症を定着させるための戦略であると考えられている。一方、 寿命が長く極層林を構成する種類などでは、発芽した未生の定着に失敗したとしても、寿命が長い分繁殖の機会が多いため、早春など、生存率が高まると予想される時期に一斉に、発芽する戦略を取る。また、農業雑草として知られる種では、種子の休眠性や、それに伴う不揃いな発芽といった、発芽特性が、生態的に重要な特徴となっている。 例えば栽培品種と交雑し、収量を減少させる野生の稲は栽培品種に比べ強い休眠性を持ち、発芽が不正位置に起こるため、白柿や後期による死滅が回避され、また手取り除草によって一斉に淘汰されることを回避しているものと考えられている。うちはサボテンの果実を食べる猫マネドリ出資発芽は以上に示したような条件が揃えば発芽するとは限らず、 他の生物の活動によって発芽が促進、あるいは抑制される例も知られている。例えば、動物による果実の被食によって、種子の発芽率が変化することが知られている。果実を捕食する鳥類や哺乳類は、消化管内で果実のみを消化し、種子を排出するが、その過程で種皮に傷がつくなどして、被食されていない種子より被食された種子の方が、 発芽率が上昇する例が知られている。また、果肉には、種子発芽を抑制する物質が含まれていると考えられており、果肉の被食あるいは、土壌生物などによる分解が、発芽率を上昇させているものと考えられている。また、被食や分解によって果肉が除去されないと、種子の死亡率が高くなる例も報告されている。また、植物の根などから分泌される化学物質によって、 その植物の近辺にある他の植物の種子発芽が抑制されることもある。アレロケミカルの例として、アブシジン酸を放出することで種子の発芽、生育を一時的に阻害するテルペノイドや、大板鳥が持つ強力な発芽阻害作用を持つナフト機能などが挙げられる。ただし、それらの化学物質によって、同種の植物の種子発芽が阻害される場合は、自家中毒といって、 アレロパシーとは区別される。寄生植物の発芽には生育に適した環境条件の他に寄種の存在が発芽に影響する。例えば熱気性生植物のストライガストリガ SPP では寄種の存在と公的な環境条件が揃ったことを感知するとエチレン性合成が起こり発芽が促進される気候を持つ。ヨーロッパ土地鏡の植物の発芽無症生食や 栄養生殖によって生産される、いわゆるムカゴや海計食目などといった繁殖体から芽が出ることも種子と同様に発芽という。これらの無償的な繁殖体は種子とは異なる発芽特性を示す場合もある。例えば山の芋属の種が持つムカゴは種子では発芽を促進する働きのあるジベレリンによって休眠が促進されることが知られている。 また、カシュウイモのムカゴでは、低温処理によって発芽が阻害される。同じ植物の種子と、無償的な繁殖体の発芽特性が異なることもある。例えば、ヒルムシロ科の水草である竜のヒゲモは、海景という無償的な繁殖体を持つが、竜のヒゲモの種子は低温処理や十分な後熟を経ても、あまり発芽率が良くないのに対して、海景は低温処理を行うと様々な温度条件で、 良好な発芽率を示すこのような発芽特性の違いは、種子が主にシードバンクとして一度消滅した個体群を再生させる機能を持つのに対し、会計は次年度の個体群を形成する機能を持つといった各繁殖体の生態的な機能の違いにも関係している。ユリ科植物の花粉の発芽植物の花粉が中等に付着して受粉すると、 花粉の発芽が起こり、花粉の中から花粉管が伸長する。この花粉管によって精細胞が胚珠に運ばれ、受精が起こって血実に至る。花粉の発芽は中東での水和反応などによって促進されることが知られている。また、花粉の発芽に適した温度も種によって異なり、例えばナスでは摂氏15度より摂氏25度でより高い発芽率を示す。 花粉はシャーレ状や試験管内などでインビトロに発芽させることも可能である。花粉の発芽を実験的に行う場合は、培地として寒天培地やゼラチン培地などが用いられる。自家不和合成を持つ植物においては、同じ花の花粉が中東についた場合、花粉発芽の抑制や花粉管身長の阻害が起こることが知られている。これは、 中東上で地花の花粉と他花の花粉を識別できる、気候に基づいているが、この気候によって花粉は中東についても発芽できない、または発芽できても、花粉管を新調することができずに受精には至らない。また、花粉発芽や花粉管新調を阻害する物質として、疑酸カルシウムが知られており、滴化処理を行う際に使用されることがある。シダ類、コケ類、車軸モ類、ソ類、 菌類などの胞子が休眠状態から活動を始める場合にも発芽という。胞子が発芽すると発芽管を通して胞子内の物質が出現するが各分類群によって胞子からの成長様式は異なる。例えば死だ植物では胞子からは全葉体を生じてそこから植物体を発達し苔植物の場合は通常胞子から原始体を生じ、 それが生え体となる。菌類の場合は、胞子は普通は菌種として発達する。また最近では、胞子は発芽すると栄養細胞として成長する。また一部の滑走類、高走類、緑藻類、菌類などでは、弁毛を持ち運動能を持つ胞子である、有層子を持つこともあり、この有層子から個体が発生することも、同様に発芽という。 アメリカ港やアラビの全洋体とそこから発芽した若い、胞子体苔植物の胞子発芽しら植物やコケ植物の胞子は、胞子体で形成され、適当な環境条件で発芽して配偶体を形成する。シダ植物の場合、この配偶体のことを全洋体ともいい、発芽して生じた全洋体はハート型であることが多く、光合成による栄養成長によって成長する。 一方、ケ植物の胞子は、発芽すると原子体となって分子し、増卵期や増生期といった生殖器官を持つ配偶体に成長する。シダ植物の胞子は、多細胞の種子とは違って一つの細胞からなる器官で、あるが、発芽の生理学的な面では、種子と胞子で多くの特徴が共通している。例えば、光による胞子発芽には、 種子と同様にジベレリンが関与していることが知られており、ジベレリン性合成阻害剤によって光発芽は阻害される。死だ植物の放射発芽に適した条件はアメリカ港やわらびなどで実験的に調べられている。それによると産卵光が放射発芽を促進する一方で、太陽光は発芽に不適であるばかりか、強い太陽光に長時間さらされると葉緑体の クロロフィルが破壊される。また温度と光の組み合わせによって発芽率は変化し、アメリカ港やアラビの場合、発芽に適した温度は、産卵効果では16摂氏34度であるが、暗黒条件では24摂氏33度の温度条件下で発芽が起きる。また、特差属の種でも暗条件で発芽することが知られている。ただし小谷渡りなど、種によっては、 光がない条件で発芽できない胞子を持つものもある。苔植物の胞子発芽に関する環境条件については、氷炭苔などの仙類やゼニゴ苔などの苔類で、それぞれ研究が行われている。高条件については、光にさらされることによって発芽が促進される一方、通常は光がない条件では発芽できないことがわかっている。ただし、青色光や緑色光では、 発芽率が低下することも報告されている。また、暗黒条件で1ヶ月保存された胞子は発芽能を失う。しかし二酸化炭素を除去した環境でも発芽が起こる。ことから発芽に光合成は必要ではないものと考えられている。光の強さも発芽に影響し、線類では弱光条件でも発芽できるのに対し、コケ類では 弱光条件で発芽が阻害されることが知られている。ただし、氷炭ゴケなどでは、5%から10%濃度の葡萄糖を媒致に与えると、暗黒条件でも発芽が起こることが知られている。温度条件では、摂氏30度以上の高温で胞子の死滅、または発芽率の大幅な低下が見られるが、短時間の高温処理の後、光がある、常温環境に置くと発芽が見られる。 車軸ジ属の一種の生殖期。上の増卵期から卵胞子を生産する車軸ジクモ類は他の緑草植物と比べて陸上植物に最も近縁な分類群であり、陸上植物の起源になった分類群とされている。この車軸ジ類は卵胞子で繁殖を行っているが、この卵胞子は休眠を経た後減水分裂を行って発芽し、栄養成長を行って、 生態となる。発芽に公的な環境については、実験室内、あるいはフィールドでの発芽実験が様々な種について行われている。例えば、好環境や乾燥といった環境条件が発芽を引き起こす要因として知られているが、種によって発芽を引き起こす要因は異なっている。種ごとの具体的な発芽特性は、実験的に発芽させることが容易なチャラジーラ中の、 発芽適温など、いくつかの種で判明しているものもあるが、舎軸もの卵胞子は低温処理など様々な条件で、処理しても発芽がほとんど見られない。草舎軸もやヒメフラスコモは、乾燥処理や低温処理を加えても50%程度の発芽率にとどまる、など発芽に適した条件について、あまり研究が進んでいない種もある。昆布や、わかめなどの滑走、天草などの構想、 青砂などの緑藻などといった藻類は、胞子あるいは有草子を持ち、それが、石や、岩、他のら体、または堤防などの人工物に着生して発芽する。発芽した胞子は、画胞体や養状体となり、それが成長して、生体となる。藻類の胞子発芽は、他の生物との相互作用によって制御されることもある。例えば海産の細菌であるスドルテラモーナズトゥニクタは、 アオサやイトグサの胞子発芽を阻害する物質を分泌している。またサンゴモの一種であるエゾイシゴロモは、その表面に有層子が付着すると、その有層子の発芽、生育を阻害する働きを持っていることが知られている。また特にウズベンモモなどでは、シストという休眠性の細胞体を形成し、それが発芽して繁殖する性質が知られている。シストの発芽には、 通常一定期間の休眠が必要であり、休眠期間は種によって異なるが、数週間から6ヶ月程度である種が多い。また、シストを発芽させるために低温処理などによって、休眠解除を行う必要がある種もいる。シストの発芽可能な温度は5摂氏22度と、幅広いが、摂氏5度など低温条件で生じた、発芽細胞は生存できず、発芽に適した条件が揃えば、 その後生育が可能であるか否かに関わらず発芽するものと考えられている。端子菌類の生活観察微病菌の放出発芽、いわゆるキノコを生産する端子菌類の放子については、いくつかの種で発芽に適した条件が研究されている。例えば低温条件下で放子を一定期間保存することによって、多くの種で発芽率が上昇することが知られている。 また光なども発芽に影響を与えることが知られており、例えばサニテファースキュークマースの胞子は直射日光に30から60分間さらされることで急速に発芽能を失うとされる。化学物質によって胞子発芽が誘引される例も知られており、例えば松茸の胞子は落散を加えた培地に巻くことである程度発芽率が上昇する。また松茸などの金根金の胞子では 共生関係にある松などの樹木の苗を培養した培地に巻くことによっても、ある程度発芽率が上昇することが知られている。しかし、発芽条件について不明な点も多く残されており、特に前述した松茸などの菌根菌では、培地に播種してもほとんど発芽しないことも多い。また多くの菌根菌の種では、採取された胞子は、乾燥に非常に弱く、 乾燥条件で放置すると数時間で発芽能を失う。農作物や昆虫の天敵となる種を含む市場菌の多くの種は菌種から無性的に生じる分成方子を持ち、これが発芽することによって増殖する。この分成方子は種によって2つの型があることが知られており、アミノ酸などを外部環境から取り入れることで発芽が起こる型と、 適度な温度下であれば水分のみで発芽が起こる、型とがある。史上菌の放射発芽には、通常酸素と炭酸ガスが必要とされているが、例えばイネゴマ剥がれ病菌など、後者のような特徴を持つ、史上菌の種では、酸素や炭酸ガスがない環境でも、発芽管を新調させ、正常に発芽できることが知られている。ジャガイモ薬病菌などの卵菌類では、 有送指能を持つが、その有送指能から直接禁止が生じる、直接発芽と、有送指能から有送子を生産し、その有送子が発芽して、禁止を生じる、間接発芽という二つのタイプの発芽様式を持つ。有送指能が直接発芽を行うか間接発芽を行うかは、外部環境によって変化し、例えばジャガイモ薬病菌では、 30摂氏36度の高温処理を行うと、関節発芽型の有層子が直接発芽型に転換する。また塩化カルシウム水溶液などが関節発芽を促進することも知られている。最近の胞子は外部環境が公的になるまで休眠胞子となっており、コート層やコルテックス層などというタンパク質の層や、胞子細胞壁や胞子細胞膜などといった。 多重構造によって乾燥などから保護されている。休眠法子は L アラニンなどの栄養素に触れるとすぐに発芽し、栄養細胞へと分化する。この発芽はコルテックス層などの分解に伴って起こり、早ければ数分から30分で発芽が完了する。植物の種子発芽や菌類、細菌などの胞子発芽については、古くから多くの研究がなされてきた。 特に作物として重要な種や病原菌など人間活動に害をなす種などではその発芽に関する知見が蓄積され様々な方法で活用されている発芽試験の様子 MSY 値での発芽発芽玄米農作物や火器などとして重要な植物種または雑草として扱われる種についてはその発芽特性について特に研究が進められているそれらの種で 発芽特性などを解明するために、室内、または補助などで、様々な手法による発芽実験が行われている。発芽実験は、主に補助や、内旗、人工気象室、あるいは、室内のインキュベータなどで行われる。温度やひながなど発芽に関わる要因を確実に特定するためには、シャーレを用いた室内での発芽実験が行われる。また発芽試験において、 一般的な発芽の生理活性を調べる場合の検定植物としては、阻害物質に対する感受性が高いレタスが多くの研究者に用いられている。また、農業分野では、作業量の軽減や安定的な収穫量を得るために、作物の種子は一斉に発芽することが求められる。一般的に野生種では休眠性が強く、発芽が起こるタイミングも散発的であるが、 幸いに適したように、品種改良されたものでは、休眠性の程度が低く、発芽時期も均一になる。これは、育種学的な操作による、突然変異の利用や選抜、遺伝子組み換えといった人為的な圧力を、意識的、あるいは無意識的に繰り返すことで得られた性質である。品種改良による、発芽の生一性の獲得だけでなく、プライム処理やコーティング処理、 ネイキッド処理といった種子そのものの加工によって発芽生育を調節することもあり植物工場でもそのように加工された種子が利用される植物工場では発芽の不揃いが余分な労力負担や余計な施設稼働などにつながるため特に発芽の精一性が求められており自動的、省力的に発芽を管理するため温度や湿度、光などを調節する発芽質が 施設内に設けられている。また、春巻きの種を陶器に発種する場合には、発芽抑制剤を使用することで早期の発芽を抑制し、確実に越冬させてから春季に発芽するよう調節することが可能である。さらに、ジャガイモなどでは、収穫後にクロルプルファムなどの薬品を用いて、輸送、貯蔵中に品質が落ちないよう発芽抑制処理が行われる。一方、 作物の雑草や外草、侵略的外来種などといった駆除対象とされる種については、発芽生態の解明や、それに基づく、防除法の確立が進められている。雑草の防除で、最も一般的に行われているのは、除草剤など農薬による防除である。例えば稲作で用いられる非選択性除草剤の、ジクワットパラコート混合剤は、雑草の相対を枯れするだけでなく、 雑草種子の発が発育も阻害することで様々な種類の雑草を防除することが可能となる。作用基準は除草剤の種類によって様々であり、ジベレリンなど発芽時の代謝にかかる物質の生合成を阻害するものが知られている。しかしアトラジンやトリアジン、スルホニルーレア系除草剤などに抵抗性を持つ雑草がすでに確認されており、 そのような抵抗性を持った系統では、抵抗性を持たない系統より、発芽率が高く、速やかな発芽率を示す場合も知られている。一方で、ALS 阻害剤への抵抗性を持つ個体では、抵抗性を持たない個体よりも発芽が遅延することも、報告されている。また他に、除草剤などによらない、防除法もいくつかの種で提案されている。 例えば、豆化植物の境外雑草であり、かつ外来種である外来アサガオ類は、火炎放射によってほぼすべての種子が発芽するため、火炎放射器によって発芽を促進させた後、水を張って数ヶ月放置することによって全滅させるという防除法が提案されている。他に、ハリエニシダの種子に対してマイクロ波の照射を行い、種子発芽の促進、あるいは、 種子の死滅を誘導して防除するという方法も考案されている。作物に寄生するストライガなどの寄生植物の防除には、機種がいない環境で強制的に発芽させて死滅させるための自殺発芽誘導剤の開発が進められている。様々な植物の種子を発芽させた未生は、スプラウトとして食用とされる。スプラウトは栄養豊富であることが知られており、 食材として注目されている。スプラウトに用いられる植物は様々であるが、もやし、貝割れ大根、アルファルファ、蕎麦などのスプラウトが市場に出回っている。一方、貝割れ大根などのスプラウトで食中毒が起こる事例も報告されているが、これは発芽時に種子から糖類などが放出され、種子や内に付着していた大腸菌などがそれを利用して繁殖しやすいためと、 考えられている。スプラウトを生産する種子に対しては、種子に付着した、市場菌等の放射発芽を抑制するために、抗市場菌剤処理などが行われるが、これによる大腸菌の増殖を抑制する効果は低いとされており、他の防除方法が必要とされる。また、日本では2000年代から玄米をある程度発芽させて、休眠状態にし、食べやすくした。 発芽玄米が急速に普及している。発芽時にはデンプンを等に分解するアミラーゼが合成されるため、大麦を発芽させた麦芽は穀物種の醸造などに利用されている。最近の胞子は食品の変配、食中毒、感染症などに大きく関係しているため、その胞子の休眠性や耐久性とともに、胞子の発芽についての研究が重要視されている。 最近胞子の発芽機構については、枯れ草菌で特によく研究されており、発芽の分子的機構がかなりの部分解明されてきたが、高塗装のタンパク質分解などの機構については、ほとんど研究が進んでいない。また、市上菌の分生胞子については、方向属粒子アン化合物などを主成分とした、高市上菌剤によって、発芽を抑制し、防除できることが知られている。 食用、または薬用として用いる菌類の発芽については、育種や安定生産の観点から研究が進められている。育種においては、2種類の品種の単子胞子から発芽した、1核菌主体を交配させて2核菌主体を作り出し、それを成長させて、新品種を作出するといった手法が用いられている。また、松茸など、 人工的な胞子の発芽方法が確立されていない種では人工栽培に向けて胞子の発芽特性の研究が進められている。一方、解毒や赤潮の原因となるウズベンモウモなどの発芽については主にその防除や予防の目的で研究が進められているなど、種子や胞子などの発芽を食生復元への利用や環境評価の指標に用いる試みもある。 よく知られた事例として、土壌シードバンクを掘り出して、巻き出すことで、土壌中で休眠していた種子を発芽させ、植生を復活させる取り組みがある。例えば霞ヶ浦では、不要植物である浅座の個体群を土壌シードバンクから再生する事業が行われているが、これは浅座の種子が土壌シードバンクを形成しやすい、発芽、休眠特性を持つことを利用したものである。 しかし単に土壌を巻き出すだけでなく、発芽、定着に適した環境を同時に整備することが必要であるとされている。また土壌シードバンクは、緑化材料などとしても活用されており、森林の表土をのり面に吹きつけ、そこに含まれる、マイド種子を発芽させて、植物群落を形成させるという取り組みもある。また海藻は、沿岸域の排水や有害物質の影響を、 評価する指標となり得るため、滑走や高層といった階層の胞子や有層子が発芽可能か否かによって有害物質量などを判定する方法が研究されている。例えば高層類の一種サビノリのラ胞子の発芽率をもとに重金属などの濃度を判定する方法が考案されている。ありがとうございます。